うございます。ちょっともう変えなきゃボサボサなんですけど、髪の毛はね向こうでやるからさ、ちょっと今日はボサボサでいく。何食べてるか？柿です。大好きな柿を食べてます。目治ってない、治ってないからやばい。メイクしたらなんとかなる説。そう、秋でしょ。柿大好きなんですよ。私これね、今年柿3個目です。シロップ入れます。おはようございます。音聞こえる？ハートありがとうございます。ロングありがとうございます。そう、さっきさ、あの起きた時にさ、ショールームのやつチラって見たらさ、ミレイちゃん配信しててさ、寝起き感やばいな。ミレちゃん配信しててさ、踊っててさ、あ、待って、ちょっと開いてた。踊っててさ、え、体力えぐって思った。小学生は体力ありますね。高3はないです。これから踊るんだよ。これからさ、公園でさ、すごいなと思って。私は踊りません。ほんとずっと来ないの、ちょっとね。あれ、今日みえちゃん公園じゃないかなって思っちゃった。2公演どころじゃないと思うんだよね。私は体力ないです。ほんとすごいなと思って。体力なんかダンスするのが普通なんだろうね。
あ、なんていうの、うん、生活の一部みたいな、呼吸と同じぐらいな感じなのかなって思ってる。そうそう、リハとかも合わせたらさ3公演みたいなもんって感じじゃん。すごいなと思って。さすがに小学生と同じ体力にはなれなかった。私が今から踊りますって言ってたらみんな心配してる。うん、え、大丈夫？私も DMM でヘトヘトの映像しか流れなくなっちゃう。それはちょっとやめておきます。そうだよね、先輩2公演とか。私2公演できるかな。公園まだ行ったことないからさ、結構そこはね、あの未知な世界って感じ。え、普通さ、え、いつもさ、え、前3公園あったの？そうなの？柿が朝ごはん？イエス。朝はね、1個以上はフルーツ食べたいので、今日は柿全然取れない。ショールームで疲れたので休園。うん、ありがとうございます。あ、そうなんだ、3公演やったの。ちょっと待って、よいしょ。あ、えらい昔の話なんだ。うん、柿消化悪いの？初めて聞いた。ちょっと種を取りたい。ん？ん？私が生まれる前。番組ありがとうございます。え、アナンちゃんも朝配信で踊ってたの？体力すご。今日の公演は5時からです。もう食べ終わっちゃった。私はやりませんよ。勝負じゃないからね。あれ？あ、アナンちゃん今配信してるの？あ、今配信してる。セット公演の1曲目の。いいよね。
横にあるのタスです。あなたもありがとうございます。寒いんですよね。寒いから鼻が赤い。それもありがとうございます。うん、どんだけ移動するの。よいしょ。ちょっとワンちゃんが移動しまくって、チョコです。え、そうそうそう、これマジックです。これほら、あのマジックのインクまだついてる。ユニットないからね。禁じられた2人やっちゃう。あ、違う違う違う、今からじゃないよ。今からじゃない、今からじゃないよ。向こうでね。なんかでもね、ユニットもないからめっちゃ短く感じる。私とミクロンかできるかな。あ、でも年齢は一応違うからできるのかな。ミキちゃんとねやりたかったんだけどね、ダメだった。ね、でもどうだろう、年齢が同じだからいけるのかな。あ、196日ありがとうございます。そうそう、だから双子設定にね、そうしてくださいって。
お願いしてる。ありがとうございます。ユニット入れては、きつい、きついのはあれですね、転がる石になるぐらいか。ありがとうございます。双子だったら私が上になるのかな。わかん。というか、ありがとうございます。よし、ではそろそろランキングも読して今日は終わりにしたいと思います。よいしょ。では皆さん、今日のね、劇場公演見てください。じゃあ目録します。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ありがとうございました。忙しい方もね、アーカイブでぜひご覧ください。見れる方は一緒に、生配信で見ましょう。YouTube もありますので。ファイト、ありがとうございます。じゃあ、皆さん、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい、行ってきまーす。じゃあねー。楽しんできます。バイバーイ。